こんにちは、クリッカー夏猫です。2018年3月30日から4月7日まで、東京恵比寿にあるスバル本社の入っているビル1階にあるスバルスタースクエアにおいて、スバルデザインミュージアム、進化するスバル独自のデザインの現場展というイベントが開催されています。デザインを象徴する存在、コンセプトカーが4台も展示されているという贅沢なイベントですが、2018年3月のジュネーブ賞で世界初公開されたばかりの最新コンセプトカービゼルスワラーコンセプトが展示されているというのは驚き、その横には兄弟的なつながりを感じさせるビゼルパフォーマンスコンセプト、2017年東京モーターショーにてデビューも並べられています。さらに奥に進むと、現代のスバルを支える SUV シリーズのコンセプトであるビゼブフューチャーコンセプトとビゼブ2コンセプトがドアを開けた状態で展示されています。前者は2015年東京モーターショー、後者は2014年ジュネーブショーで初公開されたコンセプトカー。つまりこのイベントでは、新旧のジュネーブショー、東京モーターショーで初公開されたショーモデルが並んでいるというわけです。現行スバル XV のデザインを示唆していたビゼル2コンセプトと、先日のニューヨークオートショーでワールドプレミアを飾った新型フォレスターにつながったといえるビゼブフューチャーコンセプトについては、それぞれドアが開放され、インテリアをアピールしていたのにはもちろん狙いがあります。いずれも B ピラーレスで、リアドアがスライドタイプとなっているのはショー会場においてインテリアを見やすくするための工夫であって、こうしたドア形状が次世代というわけではありません。中を見てほしいという意図が込められたコンセプトカーです。そこで SUV コンセプトの2台について、インテリアをじっくり眺めていると共通しているポイントに気づきます。いずれもフロントシートの床面が上げ底になっていて、そこに何かを収めるという意思の感じられる衣装となっているのです。電動化によって必須となる大型バッテリーを置く場所を確保しているということでしょう。さらにビゼブフューチャーコンセプトに至っては、後席足元がフラットフロアになっていることをアピールする処理となっています。四輪駆動であればセンタートンネルから逃れることはできないという先入観を覆すインテリアです。このフラット化については、モーターショーの段取りでリア駆動を電動化したプロペラシャフトレスの恩恵といった説明もありました。シンメトリカル AWD をブランドのコアテクノロジーに掲げるスバルですが、その原点といえるスバル1000では、マフラーをサイド部分に通すことでフラットフロア化を実現しています。 AWD でありながらフラットフロアを目指すことはヘリテージからも必然なのかもしれません。独立したシートを見ていると、4シーターなのですが、フロアは後席に3名がしっかり乗れる SUV を示唆しているのです。その他、ドアのアームレスト部に周辺センサーのモニターを配置するという UI の提案も確認することができます。こうして間近に見ることで、さまざまなディティールに込められた未来への思いを感じ取るのも、こうしたイベントならではと言えそうです。